海や川など過酷な自然環境の中で泳ぎタイムを競うオープンウォータースイミング、東京オリンピックの種目に選ばれていて、広島市では初めてとなる大会が先日開かれました。普段外から見てる景色を中から見るのが初めてだったので、こういうところ泳いでるんだなって思いながら泳ぐのが楽しかったです。まあ、初めての広島の大会だったんで、泳ぐ前に言われたんですけど、そういう感謝の気持ちとかを込めて泳がしてもらってるんだという気持ちで泳ぎました。一方、若者たちに紛れひときわ存在感を放つこちらの男性。どうしたの、遅いじゃないの。現在76歳、広島市に住む富永俊夫さんです。実は富永さん、3年前に津軽海峡の単独横断に成功。およそ10時間泳ぎ続け、最高齢記録を更新しました。さらに、70歳の時にはドーバー海峡の横断にも挑戦。惜しくも残り数キロで断念したものの、その果敢な姿からいつしかドーバーおじさんと呼ばれ、国内外から注目を浴びています。中学に入った時に担任の先生が、ちょうど水泳部の顧問で、泳げるようになったら世界のどこにでも行けるよと、地球のどこにでも行けるよっていうのが僕の頭に残ってて、水泳部の門戸を叩いたと。学生時代は水泳と水球に没頭する日々でしたが、就職をきっかけに競技からは疎遠に。水泳を再び始めたのは定年後の62歳の時でした。自分の体をちょっと、考えるというか、した時にやっぱ水泳が一番いいのかな。だからお酒は好きだけど、僕は休肝日は2日週に必ず取ってる。これは一番大事なことかな。食べるものを気をつける。塩は取らない、家ではね。練習は欠かすことができない日課の一つ。長い時は10キロの距離をひたすら休憩なく泳ぎ続けます。途中で2キロぐらいで苦しくなる。やめようかやめようかやね、心のこの辺にはあるわけだけど、だんだん調子が戻ってくるのがやっぱり嬉しいよね。辛いこととは思わないし、ただ黙々と今日は何キロ泳ごうっていう。そして先日、広島市で開かれたオープンウォータースイミングに出場することになりました。男性の参加者は42人。東区の牛田本町から原爆ドーム前までおよそ3キロの関営を目指します。76歳だけども、おそらく30ぐらいには入りたいかなと思います。トップの方がどれだけ泳ぐか、とりあえず今日はそれでやってみなきゃ分かんないよね。その覚悟で泳ぎます。降りるとこ気をつけてください。私一番最初に行きます。はい、スタート。天候はあいにくの雨。気温も低い中、ゴールを目指し泳ぎ続けます。中盤トップに離され、差はついたものの、
順位はなんと4位。目標を大幅に上回り、76歳とは思えない圧巻の泳ぎを見せました。気持ちいいね。海と違って気持ちいいよね。泳ぎやすいね。え、泳ぎやすいね。いや、年齢に縛られず今なお泳ぐ意欲を持ち続ける富永さん、この先目指す大きな目標がありました。夢とは80歳で20キロ泳ぐと、うん、オーストラリアね、世界最高を目指して。